久保さん、弟子、帰りました。はい、しっかりと音声対談も通りました。すごいですね。すごい、また、あの、アップグレードしてました。なんか、あの、新車で1700万のポルシェ買ったっつってね。今、ポルシェに乗ってるみたいですよね。あと、なんか、時計も、トータル4000万ぐらい時計買ってましたね。買い物の額がでかいね。 いや、人生って何があるか分かんないですね。うん。まあ僕はちょっとひしこいてね、毎月商品売ってるんだけど、弟子だった子が、なんかちょっと次元が違うね。なんか、対談中なんか100億言い出して、100億かみたいなね。<laughs> 100億ねみたいな。<laughs> 俺100億はやめたけど、みたいな。うん。まあ本当人生何があるか分かんないですよ。うーん。 で、まあ、あのー、なんだね、まあ、対談、まあ、今日のね、18時ぐらいに公開、もう編集して終わったんで、もう今日の18時ぐらいに公開しようかなと思うんですけど、うん、なんだろうな、あのー、まあ、弟子が言ってたのが、やっぱ裏を知るってことですね。裏側の当たり前を知るというか、まあ、やってんだな、みたいな。う まあ表で見る華やかなね。だからその、久保さんとか僕の生活の一部を切り取ってね、羨ましいなと思ってる人いるかもしれないですけど、単純にそこに行き着くまでに相当やってますから、なかそこの一部分だけ切り,取る切り取るか切り取らないかは自由なんだけども、うん、その切り取れないところをやってるよと。<laughs> ね、相当。で、それは、 うーん自分が単純にこうなりたいからと思ってやってきただけであってうんなんかいつも思うのが本当にそう思ってるのかなっていうのは感じますよね本当に心からそう思ってたら、まあ、101回目のプロポーズじゃないですけど僕は知りませんじゃないですけど本当にそう思ってるんだったらなんかその途中でやめるってことはないだろうしなんかまあ対談で言ってたんですけど まあ手段は変えたとしてもね、やり方は変えたとしても目的は変えないっていう目的は何かっていうとお金を稼ぐってことですねだからその手段は変えても目的は変えるなっていう,うーん目的は稼ぐことであるならばえーそこはあのぶらしちゃいけないっていうで続けるうん金稼ぐためにまあ久保さんもねまああの途中で手段が変わっていったわけですよで目的は変わってないですよね 目的は自由であること、うん。まあ今僕の手段と久保さんの手段は違うけども同じような生活、ライフスタイルを送ってます。うん、まあ弟子もそうですけど弟子もあの手段は違うけれども、あのなんだ、ああもう隠居ですよ、久保さん。たぶんね5億ぐらいもあるんじゃないかなっていうぐらいですね。<laughs> 5億ぐらい。 うん、ちょっと買い物、買い物とかがモンスター級になったし、まあ今度ね、フランチャイズやりたいみたいなのも言ってて、そのリラクの社長とかの,であの話だったりとか、あと、世界展開もしたいみたいなね。世界かーみたいなね。<laughs> すごいですよね。うん。ちょっと話がね、なんか、僕はね、その、みんなが見えないところ、まあ対談はね、目に見える今の現状ですけども、 そのタコ部屋、弟子のタコ部屋の時から知ってますから、8年前、9年前ですよね。まあ、その時はね、本当に、まあ、こう、こんな未来が訪れるとはね、誰も思ってないですよ、僕も思ってないし、うんう、久保さんも思わなかっただろうしね、ああなりたいなとは思ったけども、本当にそれが確定してるのかと、まあ、よく話に出しますけど、九万長者合宿の本編をやった時に、お問い合わせで、 まあ、億万長者に参加するだけで億万長者になれるんだったら、ね、いくらでも払いますよみたいなお客さんのお体制があって。うん。<laughs> いや、未来なんかわかるわけないじゃないですか。うん。逆に未来が分かったら楽しいのかなっていう話で。ここ行ったら絶対そうなるっていう人生を送りたいですか。もう全部決まってんすよ。こうなったらこうなる。こうなったらこうなる。こうなったらこうなる 全部決まってたらつまんなくないですかなんかあの、昔その人生ゲームってあるじゃないですか。じゃあ人生ゲームね、全部振る前に6が出るっていうのを分かってて、ずっと6みたいな。ずっと同じみたいな。<laughs> ね、楽しいですかハラハラするから楽しいことがあったりとかすると思うんですよね。いろいろ分かんないから。分かんないからこそ不安だけども、逆に言うと楽しい部分があると。例えばパチンコでも、じゃあその、 パチ屋に行くじゃないですか。で、ずーっと格変みたいな。もうとにかくずっと格変。1000円で格変。ずーっと格変。まあ当たり続ける。多分ね、最初はね、脳汁出て,て楽しいと思いますけど、多分ね、それ3ヶ月も続いた。まあ1ヶ月でもいいんですけど、ずーっと格変続けたら、多分ね、つまんないですよ。うん、ず,っずっとずっと格変なんですよ。ハラハラドキドキもないですよ。うん、ずっとこう、ダリーナみたいなですね。もうもはや。当たってんだけど、ダリーナみたいな。うん。 多分人生ってかかかんんななないいいいら楽しいんじゃないかなと思いますよねドラクエとかゲームとかもそうで次のダンジョンどうなんだ次のステージどんなボスが出てくるんだろうとかねそれが分か全部分かってたら多分ねあんまつまんないと思うんですよねうん不安だからこそ楽しいし辛いからこそ幸せがあったりとか陰と陽ですからうん そうまあね日本なんか春夏秋冬っつってねあのいろんな季節ありますけど日本は素晴らしいですよね夏もあれば秋もあれば冬もあれば春もあるっていうねこれもう夏しかないところもありますからね沖縄とかは日本だけども冬がないみたいなねもはやずっとほぼ夏みたいな <laughs> まあそれはそれでいいのかもわかんないですけど、うん、ただ人生っつうのわかんないですから わかんないけども、自分がどうしたいのかっていう、その一択かなと思いますね。うん。ただ僕は、まあ、あの、なんだ、そういうのをずっと伝え続けたいですよね。人生は変えられるし、まあ、あの、なんだろうな。変えられるし、変えるチャンスは目の前にあるよと。 まあ少なくてもね、久保さんの動画を見てるとかね、僕の動画を見てるんだったら、知ってるわけじゃないですか、うん。知らなかったらそれは何もできないかもしれないですけど、知ってるわけですよ。で、それをあとは選択するかしないかの問題で、やるかやらないかの問題で、知っててもやらないんだったらそれはそそしょうがないよねっていう話で。でも知らなかったらやれないし、うん、久保さんもね、あのネットで、ネットとかなんかそう,いうそういうのね、見なくてね、あ、そういう世界があるんだっていうのを知らなければ、 多分ずっとマージャン店の世界で生きて,てましたよね多分うん知った後どうするってことですよねはいいってらっしゃい